このサービスはオリンピックをきっかけに日本を訪れる外国人に地方の魅力を紹介しようとスタートしました通訳ガイドを通じて地元の人と交流しながら茶摘み体験をしたり江戸情緒の残る蔵の町を巡ったり鈴性のグい飲み作りを体験したりできます およそ300のコンテンテツが用意される予定です運営する会社は母国に帰ったら日本の地方の魅力を口コミで広げてもらいコロナ禍が去ったら実際に訪れてもらいたいと話しています。